久保さん、今回あの、バスケットボールの神様とかにしておきましょうか。まあ、マイケル・ジョーダンなんですけど、えっと、ジョーダンがね、10本連続でシュート外しても僕はためらわない。次の1本が成功すれば、それは100本連続で成功する最初の1本かもしれないだろう。マイケル・ジョーダンと。はい。そうっすね <laughs>。まあ、何が最初の1本になるか分かんないですよね。うん。ただ、久保さんとのやりとりで、その、 なんだ、お金を貸して帰ってこなかったやつで、まあ、あの、過去こういう経験があったから、じゃあ未来もそうなるかっていうのは、わ、うん、かんないと。うん、みたいな話があってね。じゃあ過去に貸して帰ってこなかったから、じゃあ未来も金貸して帰ってこないっていうことは、じゃあ、あるのかっていうね。ただね、久保さんから僕が学んだのが、すみません、稼はしないけど、1000円ならあげられるよと <laughs>、みたいなね、その切り口ですね。稼 <laughs> はしないけど、あの、あげることはできるよと。 一万円でいいみたいな <laughs>。だから、それ、結構うまい切り返しるなと思いますね。だ今後、今後、僕は、あの、お金貸してみたいな相談を受けたらね、あの、貸すことはできないけど、あげることはできると。ただ、あげられるのは一万円ぐらいだけどいいみたいな。いいよ、もう、あの、返さなくていいから、みたいなね <laughs>。めちゃくちゃいい切り返えですよね。そう <laughs>。うん。まあ、使わせていただきますけどね。まあ、今後、まあ、 金貸してくれって近寄ってくる人がいるのかどうか分かんないですけど。うん。だからまあ、とりあえず、まあ、やってみることですよね。うん、未来は分かんないんで、どうなるか。だって、久保さんの動画見てるんだったら、久保さんが生きる証明ですからね。マージャン店のおっさんですからね。<laughs> マージャン店のおっさんですからね。<laughs> そう。あのスマホのね、よく分かんない動画もね、あの1本がね、撮ってなかったら10万回回ってないですよね。 ね、でも10万回回ると思って動画絶対撮ってないですよね、久保さん。狙って撮ってないですよね。あれ10万回回すために動画撮ったわけじゃないと思いますよ。でも、あの1本をやってなかったら10万回っていう結果は、まあ、得ることはできなかったですよね。いってらっしゃい。